この前、ラジオテレ朝さんの話していただける人が、いや、いい出方だといいな。俺、この間超笑ったことあった。俺、結構あるジャンルの、僕が結構好きな YouTube があって、めちゃくちゃ辛口なの、その人。めちゃくちゃ辛口で、うわ、言うな、この人、みたいな。で、結構偏見も入ってんだけど、やっぱ、ボロクソ言うから好きで見てたんですよ。まあ、そこは僕がバイアスかけないで見ればいいですか。したら、その辛口が今度自分に向いてたわ。いやいや、俺もそっち側のターゲットになるんかい、みたいな。好きだったのに、みたいなのがあったね。それはもう嬉しいですよね。有名になったってことだもんね。自分がこう、見てた人がね、っていう。だから、もしかしたらサッカー選手とかもそういうのあるかもな。レオダフットボール好きだったのに、なんかプレイ言われて嫌になった、みたいなね。いや、言うの怖いっていうより、なんか俺が逆になんか最近思うのが、昔は、今もいるんだよ、一定数は。何がお前、素人上がりがサッカーで、みたいな。っていう人ばっかりだったら最近は、なんかね、怯えじゃないけど、なんか僕の攻撃性に不安を感じながら、仕事してるみたいなのを空気として感じる時があるの。だから、なんかある程度やっぱ自分の立ち位置変わったんだなと思って、なんかそっちのあれが、こう気にするようになる時ありますよね。なんかそういう、やっぱ、笑えんのってさ、自分より確実に強い人に言ってる時だから。あ、だから、今後シュワーボの自分の教え子が日本代表監督になったら僕多分言えないんですよ。かわいそうになって。俺の言葉が刺さりすぎるから。でも正直さ、森保さん俺何言われたって大丈夫じゃん。みたいな。大丈夫じゃないのかな？もうわかんないけど。うん。ってなると、相当強いところじゃないって。だからサッカー協会とかなんだよ、俺が言うのは。普通にこう、若い選手とかだとさ、もう普通になんかちょっと違うんだろうな、みたいな。今の感じだと。これがまあ調子乗りに聞こえたら嫌なんだけど、でも、これ言わなきゃいけないのは、じゃないと、なんか丸くなったとかやるから、僕、いつも言うけど、警察官じゃなくて弁護士になりたいから、だからさっきのこの選手悪いんじゃないですか？いいですよ。なぜなら、みたいな話したみたいに。そうなりたいから、そのナイフの使い方って大事で、弱い者いじめしてるようになりたくないから、そうなると、ね、昔は自分が一番弱かったから、ガーって言えたのが、それまた変わってくるね、みたいな。私なんか、それでムカついたりは正直しなかったしね。なんかこう、そこは僕のポジティブなところかもしれないですね。俺も有名になれたな、みたいな。YouTuber おもんないですよねってさ、世間的にめちゃくちゃ評価されてる M1R1 取った芸人さんにさ、言われたらさ、YouTuber の人たち、普通にあれだよね。怖いよね。怖いというか、かわいそうだよね。なんかこの、芸人面白くないって YouTuber が言って、YouTuber おもんないってなったらあれなんだけど。日本一とされてる人に言われたら、今頑張ってる YouTuber の人ビクってするよね。え急にってなるよね。いや、多分、めっちゃつまんない YouTuber の人がいて、粗品さんが好きな人か誰かが面白いって言ったからムカついて否定したかったみたいなのあんのかな、みたいな。例えば、久保建英が、サッカー YouTuber クソだみたいに言われたらやっぱビクってするもんね。やめてほしいもんね。こんなに応援してたのに、みたいな。粗品さん好きだったのにって YouTuber いっぱいいるだろうな、っていう。僕もなんかあんま一言に喋れてんのって、YouTube っていつも言うけど、プラットフォームだから、テレビ出てる人を芸能人って言うじゃん。みたいな感じで、YouTube 出てる人が YouTuber って言ってるだけだから。多分、YouTuber でなんかつまんない人がいて、そいつらにムカついてるのを、個人名出すのはあれだから YouTuber おもんないでしょって、とか、あと、YouTuber 全体のパーティー乗りみたいなのが、ストイックに笑い突き詰める人からしたらムカつくみたいな。でもあれだよね、その怒りって情報整理できてないと、ね、生まれるもんだから。だから、あ、これは自分に言ってないなとか、これは自分に言ってるな、みたいなので、だから多分、僕には、あんまり一言だったでしょうね。そりゃね、だって粗品さんみたいに、フリップだったりとか、ああいう、なんか、ね、思想みたいなので言ったら、ね、同じ土俵を立ってたら面白くないっていう人はいっぱいいるだろうからね。逆にね、例えば、料理 YouTuber とかさ、いろんな YouTuber いるじゃん。その人たちが提供してる面白さは粗品さんはできないわけだから。多分普通に個人的にムカつく人がいたんだろうなって思いますけどね。あれと一緒なんだよ。オールドファッションうまないやろと一緒なんだよ。あれってさ、オールドファッションうまいっていう人は当然いるじゃん。でも、オールドファッション物足りねえなとかさ、パサパサすんなっていう人もいるじゃん。俺そっち側だったから。ってなると、6-4で勝つ、7-3で勝つぐらいのことを 100-0 で言うって面白い時あるじゃん。偏見でもわかるみたいなやつあるでしょ。それの一個なんだよね。それがこんなことになったみたいなので、でも、そういうのも含めて楽しむみたいなギャンブラー精神が粗品さんにあるみたいな感じだからね。俺もオールドファッションは避けるもんな。そう、ポンデリング好きだしね。みたいな。俺らも言われるもんね。そうだ、この間とかもね、相手が肘打ちしてきて、こっちが攻撃したら、うるせえよ YouTuber のチームがって言われて、それ聞こえて、まあ選手怒りそうになったけど、リスペクトないチームにプレーで返そうっつって。で、勝ってくれたからね。ある試合は。よかったっす。で、その時に言い合いになるよりも、まあ日本だけかもしれないけど、まあ僕の場合ね、リスペクトないチームにはプレーで返そうねって言うと、あっちの監督が気まずそうな顔するんだよね。悪い選手の周りもお前が悪いぞみたいになって、チームがちょっとばらけんのよ。その時にこっちが行っちゃうと、お前ってなって、あっちもヒートアップするし、こっちもヒートアップするしでおかしくなるから、こっちは燃えるじゃん。むかすこと言われてるけど、プレーで返すとで一つになるし、で、あっちはうわぁ、俺らダサってなる選手がいるから。だから結構ね、ひどいこと言ってくれる時の方が、こう確定演出みたいになるんだよね。そうだから結構感謝してる、そういうマナーの悪いチームには。分かった後も煽んないよ。ありがとうございましたっていうの、しっかり。それが一番の煽りだから。しっかり拍手で、ありがとうございましたって言って。あと、監督が切れてると切れていいってなるから、僕が冷静なのに選手が怒るわけにはいかないじゃないですか。プレーに集中しなかったっていうのを僕に叱られるんで。そうするのなくない一番だけど、でもまあね、勝って俺らかっこいいぜって言って帰りたいから。だからそういうのはね、本当は映像とか YouTube で伝えたいんだけど、そうするとさ、まあ、その行為をした時点で対戦相手のチームにリスペクトなくなるじゃん。だからまあ、このエピソードぐらいで紹介しますけどね。本当は全部ね、僕らが受けてる仕打ちとかも出したいんですけど、逆に相手チームが悪い方で結束するとき、ないっすね。まあ、めちゃくちゃ悪いチームだったらあるかもしれないけど、基本的にね、両親みたいな人がいるんだよ、そのチームの。それで監督が一緒になって煽ってくるってないし、で俺らがそっちに言うっていうのはないから、俺がそういうの嫌いだから。嫌いだし、まあ、ね、スポンサーさんとかいて誇り持ってやってるチームだからさ。だから結構そこはばらけたりとかする。そんな感じですね。ちょっと自分の話しちゃいましたけど。